ロスカッコリデラックスというサイトでですね、柴田選手の対戦って誰がいいですかということで応募しました。1300通以上ですか、大変な数ですよ。で応募がありまして、まあ、その1位は新日本プロレスの中村俊輔選手、2位は健太選手ということで、本来なら1位の選手を選ぶべきでしょうけども、とにかく1月4日の新日本プロレスの対戦カードを先に発表されたっていうのがありましたから、僕の心の中で新日本プロレスの選手はないなって思われましたね。実は柴田さんに話を聞いたんですけど、今誰とやるのって言いました。今年やっぱり輝いた男とやりたいですね。でもその相手が一番難しかったんですよ、本当を言うと。じゃあ一番難しい相手を選ぼうと、とりあえず本人が一番やりたいのと、僕の心の中にも今年一番輝いてたねっていうのがありましたから、小島選手お願いしようということで大英断ですよ。やっぱりこのリングに上がるっていうその勇気、これは勇気と決断がいったと思いますので、ね、よく上がってくれたなと思います。本日のメインイベント60分一本勝負を行います。青コーナー183センチ112キログラム、全日本プロレス小島さとし、プロレス界の代表です。全日本プロレス小島さとし。赤コーナー183センチ98キログラム、ビッグマウスラウド柴田勝頼。リング上の戦いあるのみ柴田勝頼。そして砂漠レフィリー和田恭平レフィリーです。60分の一本勝負、共にお互いを特別な思いを込めて見つめ合っています。リング上、真っ白なキャンバス、マット上に何を描いてみせるか。黒のショートタイツ柴田、対する三冠現王者小島、組み合ったミドルキック、速射砲からローキックへ投げを見舞ってこれです、行きました、フリーキック。さあこの戦いにまず柴田さん、はい、期待するものを一つお願いします。いや、冒頭で言いましたけれども、はい、今年の主役と来年の主役になるであろう2人の対決ですからね、はい、ここから来年がもう始まってますね。そうですね、はい、いやこの辺りもエルボーの打ち合い、かつての言ってみれば兄弟分というバックグラウンドがあるわけですね、はい、高い前蹴りに対してエルボー一発下していきます。さあ解説の船木さん、さまざまな思いで見つめてらっしゃると思います、はい、まず何をこの2人に求めますか。そうですね、あまり噛み合わないタイプの2人だと思うんですけども、実際は、はい、でもどうなんでしょう、今日試合見てなかなか噛み合っているような気がするんですけどね。あ、このここまでの立ち上がりですね、はいはい、ただ真正面から受けてるとどうしてもやっぱりその体重差というのはありますね。はい、そうですね、はい、それがどう影響してくるのか、跳ね返すか柴田、抑え込むのか小島。さあ高山選手にも伺いましょう。この冒頭の2人の攻防ですね、どんな印象を持ちましたか。本当噛み合いすぎちゃって、はい、ちょっとつまんねえなと高山さんらしい観点だと思うんですが、その心は。いや、やっぱりもう2人のキャラは全然違うよね、スタイルがね、はい、だから噛み合うのが不思議な感じがしてね。なるほど、もっとなんかいろいろギクシャクする中で緊張感が生まれる試合かと思って、はい、まあ、これからどうなるか分かんないけどね、はい、柴田さん、はい、まさにですね、小島の方もそんな戦いを望んで来ているようですね、はい、もう彼もいろんな団体どんどん出てますからね、はい、進出するようになってますね。その中でもね、今年の最後の試合にこの試合を選んだというのはね、彼の決意、小島の決意も伝わってきますけどね。まさに勇気ある殴り込みと、はい、言っていいでしょう。勇気あるだって、はい、MVP の男に勇気あるって失礼だったもん。失礼いたしました。そうですね、四冠王者にも史上初輝いた小島さとし、はい、多分もう二度とないですよね、はい、武藤敬司、ジャマール、佐々木健介、ジャイアントバーナードと強豪相手に防衛してきた超一流どころを倒してきた1年になります小島さとし。
新日時代の思い出も数多いと言葉がありましたが、アームライタにフリーキック座った相手に対してはフィニッシュとしてはペナルティーキックがある柴田勝頼。船木さん、はい、やっぱり柴田の方としてはさまざまなこの蹴りのバリエーションということになりますか。そうですね、まあ、いろんなところ蹴っていくしかないと思いますよ。ウェイトを跳ねのけるという意味でも数多く出していった方が有効ですね。そうですね、もっと蹴った方がいいと思うんですけどね。もっとさらに、はい、さあビッグマウスラウドを立ち上げて以来秋山純との戦いがありました。長州力とも戦った、そして村上和成戦。柴田さん、そういった意味ではですね、はい、柴田選手の方はどうしても勝ち星欲しいわけですね。そうですね、今年6戦して1勝5敗ですか、はい、ただね、ものすごくインパクト残してるんですよね、彼はね、はい、ダブルワンとかノアのリングでですね、はい、新日時代とは全く違ったね、柴田の新しいのを見せてくれましたよね。今日また小島を相手にね、また新境地の柴田をね披露してくれるという期待もありますよね、はい、そしてここまで気迫のぶつかり合い、はい、まさに実戦の中で2人が示してくれています。さあ小島、複合の技を見せています。船木さん、はい、これ数箇所にわたって締め付けているようですね。そうです、まあ、足は固められてるだけだと思うんですけども。あ、そうですか。首は注意してますね。ロープブレイクもなりましたが、ここは体重を預けていった小島、すっと立ち上がっています両雄です。で今日柴田君が 赤コーナーで来ましてね、後からね、はい、で小島が先に入場して青コーナーだったんですよね。そうですね、まあ、こだわりはないのかもしれないけども、普通一般常識で言ったらやっぱりチャンピオンがね、はい、赤コーナーですよね、後から入場しますよね。あ、これ小島サイドにも何かこうどうでしょうね、その状態を受け入れたというものは、まあ、やっぱりここはホームリングはね柴田君のリングなんで、はい、もう受け入れたんでしょうけどね、まあ、その心中は分かりませんよね。2005年1月に新日本を離脱した柴田、2002年にやはり新日本を離れた小島の初対決。膝を打ち込んでいく、連打でいく、いや、そして溝落ちのあたりにつま先が入っているものと思われる。ここは場外へ。船木さん、柴田としてはこれでいいんですね、はい、そうですね、もっと蹴った方がいいですね、さらにもっと、はい、リングサイドでは前田明スーパーバイザーも熱い視線を送っています。今エプロンサイド、和田恭平レフェリーがストップしています、うん、小島の方が突っかけた。コーナーポストへ逆水平です。パワーファイトという点になると高山選手、やはり小島ですね、こういった攻防。やっぱね、こういうにコーナーを押し付けられちゃうとね、はい、辛いものがあるね、柴田。さらに腕を絞り上げてコーナーへ、エルボー攻撃、あー、これは自爆となりました。すぐさま蹴り、いったいった、尻餅をついている相手に対して前から後ろから、そしてストンピングの踏みつけ。柴田勝頼、試合開始直後からもうすでにトップギア、彼らにしかできない戦いというのがテーマだったわけですが、うわー、ミドルキック。柴田さん、はい、ここまでの攻防ですね、どうです、どんな風にご覧になってますか。本当はあれですね、柴田君どんどん蹴った方がいいんでしょうけれども、はい、ただ小島もね、自分より大きな選手のパワー攻撃で、ね、はい、打たれ強さ持ってますからね、はい、抜いてきてますからね、今年はね、全日本プロレス数を出した方がいいかもしれないですね、柴田君ね。あー、腰勝った、すぐに立ち上がっています。バックドロップの体勢に行こうとしましたが、もう一発、さあ立ち上がる、バックドロップ、2度目にしてなしました。すぐに立ち上がった、はい、顎の当たり。船木さん、はい、柴田の意地が感じられますね。そうですね、今までちょっとやってやられてっていう攻撃、攻防が続いてるんで、はい、ここを一気にその柴田のペースに乗せるチャンスだと思うんですけども、すぐに攻撃行った方がいいですね、この後ですね、
さあ立ち上がります。先に立ち上がるのは柴田、胸板を真っ赤にしながらこの蹴り、フリーキックの連発です。そしてバックスピンキック。高山選手はここまでどんな風に見てますか。どうなんだろうね。前蹴り打ち込んでいきました。ここでペースつかめりゃいいけどさ、はい、なんかやっぱ小島もさ、はい、もう参加者として散々いろんなシングルをやってるからね。あ、来たよ。おー、ここは放送席の目前、小島が突っ込んできた。ものすごい蹴り。いや、柴田さん、はい、今モニターと放送席が吹っ飛びました。いや、ものすごい圧力だったですね今。そしてリング下のマットを剥いでいる柴田がブレーンバスターを仕掛けるようです。危ないぞ危ないぞ、いけるかいけるか。パワーでは小島危ない。 CCD を場外で。船木さん、はい、今の技は危険、この上ないですね。やっぱりあのやっぱり外でですね、はい、体格の大きい人に投げ技をかけるというのはダメですね。やられてしまいますので、はい、これ頭部と肩を同時にゴツンと打った音が聞こえてまいりました。いや、柴田選手と対戦歴あります高山選手、はい、これは苦しいです ね。だから俺が言ったでしょ、はい、途中で話止まっちゃったけど、はい、どうなるかなって。ここだったわけですね。まあ、船木さんが言った通り、あそこで投げる前にもう 2,3 発蹴ってからとかさ、そういうことを工夫しなきゃダメだよね。なるほど、まさにその先の先、さらに先を見据えなければいけない相手です。何しろ今年のプロレス界の MVP、 史上最、あー、エルボー、ラリアットに行くかと思われましたが、いや、今の柴田さん、はい、ラリアットとエルボーの中間のような、そうですね、もう殴ってるって感じですよね、はい。柴田が場外へ蹴り落とされました、蹴落とされました。あ、しかしこれ恋勝つという、勝つというのはこれ新日時代の、そうですよね、呼び名なんですね、はい、柴田でも勝つよりでもない、勝つと呼んだところに船木さん、はい、やはりこの2人のつながり奥底であるものを感じられます。そうですね、あの先輩後輩なんじゃないですか。しかしこの状態を柴田の方は返していかなければいけませんね。そうですね、まあ、小島選手の中で、はい、もう今日は勝てるという感覚をあの掴んだのかもしれないですね。おお、そうですか。それは今の言葉があって、もう完全に握ってますよね、ペース。ああ、そうですか。逆水平、重い、はい、勝つと呼ばせちゃいけませんやっぱりね、小島選手。ここはリング上ですね、はい、もう関係ないわけですからね、先輩後輩ね、はい、試合後になった時点で今、船木さんがおっしゃったようにね、やっぱ小島にも完璧に飲まれちゃいましたね。なるほど、さあそうはいくかとばかりに蹴りですが、ドラゴンスクリュー、立ち上がる立ち上がる、もう一発。いや、高山選手、やっぱりこの辺りの攻防1枚2枚、いや、さらにか、上を行きますね小島。柴田はさっきもさ、はい、同じ技を何回も食らったけどさ、はい、意地でまた同じことやるでしょ。それがちょっとね、良くないよね。ちょっと単調になりますか、うん、だから結局最後は止められて返されちゃうからね。そしてこの力技、さあ、反り固めの体勢に持ち込んでいます。この技をここで繰り出してくるというのも小島の、柴田さん、はい、思うところ何かあるかもしれませんね。もうこれ王者の貫禄の顔になってますよね、小島はね、堂々たる表情、はい、あ、確かに船木さん、はい、小島の表情変わりましたね、これ。そうですね、小島選手のペースになりましたね、はい、ややもするとこう相手を見下ろすかのような視線に思えたんですが、今、まあ、さっきの場外の攻防でですね、はい、完全に握ったんじゃないですか。すでにその時点でスイッチが切り替わっていたか小島。エルボー合戦でも顎一回転して打ち込んでいきます。
これ過去に対戦してきた相手の技もですね、小島の方は柴田さん、はい、いろいろとものにしてきているようですね。小島はね、散々いろんな人にやられましたからね、はい、そういうのを栄養にしていける。おサポーターを投げ捨ててラリアットだが切り返していく柴田勝頼。大切なのはこの後、場内からは落とせ落とせという声も飛んでいます。目をギューッと閉じて小島が耐えています。いや耐えているのではない、次の攻撃に備えているのか。自らほどいて背中へ蹴り、フリーキックからペナルティーキック、スンデのところでかわしたが背中から今度は正面打ち込んだ。カウントはこれは2つです。船木さん、はい、柴田の方も考えたんですが、はい、あまり駆け引きを使わない方がいいかもしれないですね。もっと真正面から、はい、その持ち味、ここから先にさらに出していかなければならない柴田。とにしろ何しろビッグマスラウンドのエースとして武者返し。おそして船木さん、この決め技に来ました、はい、これは、まあ、腕ですけども、はい、伸びてないですね。伸びていない、はい、振りほどいてさあ肩固めのような体勢から腕ひしぎ逆十字移行していく三角締め。いくつもの技つながりを見せているグラウンドテクニック、柴田勝頼です。小島を締め上げる。さあグラウンドで柴田さん、はい、ようやく柴田のこれ、そうですね、良さ切れが出てきたんですが、どうですか、まあ、柴田選手もね、秋山とかですね、秋山選手とか三沢選手やった時もですね、はい、思いのほかスタミナあるんですよね。粘ってましたからね。そうでしたね。まだまだこんなもんじゃないと思いますんで反撃してほしいですね、これからもね、はい、試合は15分が経過。立ち上がりざま痛めている腕に対して蹴りだが、いや、いった、ここはスパインボム、カウント2。和田恭平レフィリーのカウントは2つ。グラウンドで一瞬追い込んだかに見せた柴田だったんですが、垂直落下式ブレーンバスター。小島の一発一発が重い。カバーはカウント2、キックアウトしています柴田。高山選手、うん、この後ですね、またさらに大切なのは、まだでもまた止めたね、止めました、バックドロップ、へそに乗せて投げるが、オーガの剛腕ラリアット。一発出したと油断しちゃダメだね。まさにそこ油断があったか。小島のラリアットついに爆発しています。場内は柴田コール、そして小島コールが交錯している。スラキさん、はい、一発爆発しましたね。そうですね、小島の打撃、これに対して柴田だ、愚直なまでに蹴り一筋、カウント2。立ち上がります、ラリアット、爆裂。ビッグマウスラウドの未来が、おーカウント2で返しています。よく返しましたね。よく返しました、はい、今目線がちょっと定まりませんでしたね、はい、もう一発右腕、いやカウントまで返していく。村木さん、はい、もう意地以外の何者でもないです。そうですね、ロープから来ますんで、ラリアット。スペンハンセン直伝のこのラリアット、王者の貫禄、全日本プロレス小島さとし。プロレス界最強の男小島に対し真っ向から挑んだ柴田だったが、最後は小島の強烈なラリアットの前に沈んだ。
旗揚げ戦に続き連敗を喫した柴田。ビッグマウスラウドの命運を背負ったこの男、次なる戦いでその真価が問われる。